はい、続きましては、ハイエースのナローボディのベッドキットになります。でこちら令和1年式の、まだ距離が20数キロしか走ってない、そこまで、まあ、古くない、まあ、本当に新しい車両になっております。でベッドキットになりますので、中はあのキャンピング仕様という形ではないんですけども、まあ、見た目的なところですね。まずこのボンネットが、カーボン調のデザインになっております。そしてあとはトヨタのセーフティーセンサーもついておりまして、で、こちらのバンパーの方ですね、これもおしゃれなデザインになっております。で横の方もオーバーフェンダーついていまして、タイヤもホワイトレターのタイヤ入っておりますので、結構オフロード的な感じの仕様になっております。そして上ですね、はい、ルーフキャリアもついていますので、まあ、荷物多い方とかでも十分荷物乗せれるようになっております。そして中は、後ろの荷室の部分がベッドキットになっておりますので、まあ、布団敷いて寝ていただく、もしくは荷物を置いて過ごしていただくっていうのも十分できます。そしてこれ後ろの方がレール式で引き出せるタイプになっていますので、結構荷物多い方も、十分いけます。物入れてもらったりとか、小物でも奥の方も十分取り出せるようになっているので、結構使い勝手はいい車両になっております。